まあ、ジャカルタの治安は、本当に場所によってって感じで、やっぱりローカルエリアに行かないことですよね。外国人が多い地域を選ぶ限りはそこまでひどくないんじゃないかなと。まあ、現地の物価水準はやっぱり、ベトナムとかフィリピンと同じようにですね、まだまだ安めだと思いますね。まあ、イスラム教の国なのでそこのルールに合えるかどうかっていうことですよね。あと、香港、まあ、メリット、デメリット、当然、メリットとしては、近代的な街、金融都市だったり、ビジネスとかの、情報が早いってところですね。デメリットはやっぱり生活費が高いところですよね。まあ、特に住居費が高い。狭い中にたくさん住んでるので、住居費が高いってことですね。シンガポールと一緒ですね、この辺は。台湾のメリットとしては、まあ、親日の人が多かったり、日本語が意外と話せる人がいたりするっていうこと。台湾料理が馴染みがあること。まあ、マイナス面としては意外とですね、地震とか、まあ、島国ってこともあるので、津波地震が日本と同じようにちょっと怖いところがあるかなと思いますね。まあ、台湾移住で、まあ、日本人を住める場所っていうのは、実は台北よりも僕は住んでみて台南がおすすめだったりします。まあ、やっぱり香港移住っていうのは生活費が高かったり、するんですけど、台湾はまだそこまでじゃないですよね。香港の、まあ、ロングステイビザっていうと、やっぱりですね、就労、結婚、まあ、投資家ビザあたりかなと。台湾はビザ欄ができるっていう国ですよね。